はいどうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは。チームラグナロクです。さあ本日なんですが、極真デッキをね、新しく作ってきたのでご紹介していこうかなというふうに思っております。極真新しくね、パックでね、強化が来ましてね、いくつか、カード追加されてましてですね、ギミックがいくつか、追加されているんですけれども、まずですね、史上最強カード、このトラップ、極西方スバリン、これマジで強い。これ条件ね、極真モンスターが存在する場合にしか発動できないっていう効果がありまして、相手のフィールドの、全ての表表示のカードの効果がターン始動時まで無効化される。これモンスターも魔法トラップも全部無効になるんですよ。これめちゃくちゃ強いです。でしかも永続トラップなんで、これ毎回使えるんですよね、自分のターン、相手のターンと。めっちゃ強いですこれ。でしかもスバリンがサーチできまして、このなんかおっさんがいて、このなんかイーバルディとかいうおっさんで、これ極真か極性から特殊召喚できるっていうクソ緩い条件で特殊召喚できていて、さらに召喚特殊召喚成功するとできるか極性法を加えるってことがある、効果があるんで、これでこのスバリンを手段に加えるってことができるんですよ。これめっちゃ強いです。で展開はですね、基本的にはまあ今まで通りというか、このグルベーグっていうモンスターを使っていきます。でグルベーグは極性モンスター1体で作れまして、リンク召喚に成功すると手札フィールドのカードを3枚まで選んで除外して、その数だけデッキから極性モンスターを守備表示で特殊召喚できるよっていう、そういう効果があります。で、このカードを発動したのは自分は通常召喚ができないし、極真モンスターしか特殊召喚できないということで、これを発動した後はもう極真しか出すなという感じですね。で、このグルベイグの効果はコストがいるんですよ。手札フィールドのカード、自分をコストにしてもいいので一応、最低限2枚、自分以外の2枚を除外しないといけないっていうのがありまして、これね、相性がいいギミックがね、勇者なんですよね。勇者って1枚発動すると2枚カードを供給できるんですよ。旅路、それからドラゴバック、もちろんトークンもあるんで、3枚か、1枚が3枚になってるんですね。アラメシアの儀、ドラゴバック、旅路、トークン、さらにグリフォンライダーも持ってきたらグリフォンライダーも出せるということで、これね、アラメシアの儀1枚からコストを捻出するっていう動きがめちゃくちゃ強くて、コストにしなくてもいいし、コストにしてもいいわけだから、これはだから勇者ギミックをまず入れましたと。で、勇者ギミックは通常召喚したモンスターの効果発動できなくなっちゃうんですけども、これ基本的にグルベイグを出してから展開していくんで、あんまり関係ないんですよ、この制約が。これがすごくね、いいところですね。で、一応なんかおまけでフュージョンディスティニーが入ってます。はい、ランク目4なんでね、構築が。で、ギミック的には新しくね、追加されたカードだとね、このなんかイノシシ、これがチューナーで、これ極性重チューナーなんだけども、極性チューナーの代わりにシンクロスターにできるってことで、これ全部出せるんですよ。こいつを使えば、このイノシシを使えば、トールももちろん出せるし、ロッキーも出せるし、オーディも出せるんですよ。これ最強です。だからこのイノシシだけあればいい、基本的には。で、このイノシシをグルベイグで出してくればいいっていう。で、出してくるモンスターの3種類は、グリーンブルスティ、それから、タングニョースト、それから、イーバルディっていう。で、しかもこれ特殊召喚したモンスターの効果無効にならないので、イーバルディの特殊召喚成功時効果も使えるという感じですね。はい。で、この、イノシシは、墓地から極性を回収できるって効果もあるんで、次のターンのイーバルディとかも回収できますし、これめっちゃ強いですね。はい。で、表側でカードが残るカードと相性がいいので、チンレースが入ってます。これはグルベイグのコストになるから。はい。で、そういう感じ。で、破壊の魔殺をガン積みして相手の誘発はケアしていくっていう感じですね。最大展開すると勇者のギミックで勇者が並んで、トールが並んで極西方スバリンとなんかグングンにがセットされてるみたいな地獄みたいなことが起きるんで、かなり強いと思います。極西ガチで組むならこんな感じだと思う。はい、早速やっていきましょう。デュエルスタンバイ。さあ、チームラグナロクのデュエルを見せてやるぜ、貴様らにな。このね、チームラグナロクのね、ギミックね、めっちゃ勇者と相性いいんですよね。これをね、見せていきたい。そして、魔法トラップゾーンにカードを置くぜ。そして、これは一番いらないタングニョーストでいいのかな。でも、後で回収するから、あれだな。イバルディの方がいいな。まあいいや、どっちでも。そんな関係ねえわ。で、運命の旅路の効果発動。運命の旅路の効果によって、ドラコバックを手札に加えていく。飛びさせない。そして、運命の旅路の効果を発動。さあ、旅をしていくぞ。さあ、グリフォンライダーをサーチするか何かあるか。なるほどな。まあ、ここまでは様式日。ここまでは様式日で、タングニョースト。いや、これイバルディだったね、これね。完全にね。まあ、一応、ドラコバッ
ークを装備しといて、はい、旅路いらないので、まあ、一旦グルベイグ、これ全長でいっか。じゃあイバルディイノシシ旅路でいいな、これで。イバルディ旅路イノシシをゲームから除外する。イノシシいらない、あとで回収できるんで、どうせ。でイバルディいらない、これイバルディだったな、召喚するにも。なんかちょっとすいません、あの回しなじゃないもんで、まだ作ったばっかりなんで。でこうしてこうして、でイバルディ効果発動する。で極性砲を手札に加えることができるので、極性砲スバルとかヤバすぎるカードを手札に加えていく。これが最強なんですよ、極性砲、新規極性砲、もう最強カード。でタング尿素を回収で、ここで回収できるから、これ絶対イバルディだったわ。そしておっさんと獣の魂をチューニングしていくぞ。冥界の扉が開くとき、西の戦神がその末裔を振り上げ、大地を揺るがし、轟く雷鳴ともに現れよ、新規の召喚、極真を通る。つえつえ最強は。ちなみにトールさんはね、相手ターンでは何もしませんが、相手ターンはただのバニラなんですが、一応極性砲、スバリンっていう効果が一応、まあ何でも効果無効にするっていう効果がありまして、でグルメイクのリング先にモンスターがいるんですけども、極真がいると、その極真は対象にならないし、攻撃対象に、グルメイクを選択できないっていう効果があります。で、おっと、インチキ集団じゃん、インチキ鳥集団で、旋風置いて、でシムーンを召喚で、シムーン召喚成功時旋風の効果発動するが、その効果を完全にスバリンで無効にしていく。スバリンはフィールドのモンスターの効果すべて無効できる。モンスターの効果というか、モンスターとマジックカード、トラップカードの表側のカードの効果すべて無効化できる。つまり君の旋風の効果はこのターンに完全に無力化された。残念だったな。ちなみにトールさんは破壊されても自分の墓地の、極性銃のチューナーを除外すると墓地が蘇るという効果があるんですよ。辛いだろうな、旋風が発動できないとなると。おっと、リンク召喚かなんかすんのか、これハリーファイバーはでもできねえから、チューナーじゃねえから、ワイズね、オッケー、ワイズストリックス、オッケーで、ワイズストリックスの効果発動して、ワイズ&あ、ゼプロース、オッケー、ゼプロス、なかなか回ってんじゃん。スバリンで止まると思ったんだけどな。ゲイル、あ、やべえな返されます。一応ゲイルの効果使います。あー、 OK ですね、はい。でゲイルの効果を使って打点が半分になっていく、いいでしょう。まあその程度であればね、私もね、はい、ライキリさんもいいでしょう。まあ、他に BF いませんけどね。あ、まあ一応でもあれか、ライキリ、間違えた、ゼプロスが読み合ってるのか。やるじゃねえか、インチキ効果もいい加減にしろ、インチキ効果もいい加減にしろまあ、スバリンの方がそこそこインチキやけどな。ちょ、なんかスバリン破壊しないで、マジで。スバリン破壊しないで。いや、でも意外とこれ、うらら召喚召喚券使ってなかったの、結構やるね。ウララ召喚からの、ウララゼピロス千鳥、やべえ、上から叩かれる、マジ。トールさん逃げて、ちょっとスバリンやめて、スバリンやめて、マジでスバリン本当にやめて。あうわーでも待って、あ、スバリン残った、スバリン残ってる、余裕だ。スバリン残ってたらほんと何でもできるよ。これは別にどうでもいいな。これ破壊されて特殊ができるか、これは特に関係がない。で、それも破壊されても結局殴られるから意味ないんだよな。はい。で、意味なくて、ほんで、スバリンあって、しかもトールで蘇ってくるんで、これ破壊だって言われたらさすがにきついけど、非常に厳しいか。ただまだ一応オーディオを出せる。で、トール効果。これ通ります？あ、通るね、OK。イノシシ除外して自身を蘇らせることができると。よし、オッケー、トールさんの効果で800番をくらえこの800番かわいいよな。そしてドル抹殺、いいだろう。そしてトールさんの効果を発動するぜ。このモンスター以外の相手のフィールド上の全てのモンスターの効果を無効にするエフェクトアブゾーバー。さらにタングニョースと召喚、そしてタングニョースと一体でリンク召喚、現れよ極性点グルベイク、
そして極性点グルベイグの効果を発動。極性点グルベイグの効果により、自身と抹殺と、あ、ちなみにこれ抹殺とかチェーンできるんで結構強いんですよこれ。なんかここに無限保養とか言われても抹殺しながら抹殺をコストにできるとかいうことがあるんでね、はい、で俺出して、でイバルディの効果とこのイノシシの効果が両方とも発動していくぜ。イーバルディの効果によってグングニローテータに加え、そしてグリーンブルスティの効果によって開始するのはもちろんイーバルディ、そしておっさんイノシシチューニング、北進の空にありて全知全能を司る王よ、今こそ正解の神々を束ね、その意向を示せ、シンクロ召喚、天地神明を進めよ、最高神極神聖帝オーリー。うわー召喚ムービーお前だけあるんかーいっていうねお前だけ召喚ムービーあるんかーいっていうね。での前に、オーディンの効果発動、オーディンさんの効果によって魔法トラップカードの効果を受けないっていう謎の効果起動効果なのおかしいだろこれ。行け、サンダーパイル、オーディンの攻撃、ヘブンズジャッジメント、うわ最強つえで、カードを1枚セットは、これで相手のターン効果無効と1枚破壊が飛んでいくぜ。強えだろ、これが極神デッキ。ロキとかいうモンスター知らん、あんなやつは知らんあんなやつは知らん。黒い旋風、何いいだろう、黒い旋風いいだろう、残念ながら黒い旋風、なるほどブラスト召喚いいだろう。そして黒い旋風の効果を発動するが、極性砲スバリーは永続トラップのため毎ターン使える。フィールドの表側のカード、相手のフィールドの表側カードを全て効果を無効にしていく。バリ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 強え、スバリーめっちゃ強い、マジで使ってて思うけど、これ永続トラップのマジやばいっすよ。これ一回持ってきて発動したらもう毎ターン無効にしてくるんで、これスバリンとかいうカードマジで強いです。はい、でまあ極神は弱いんですけどね極神は弱いんですけどね。で、トールさんの効果を発動して相手の効果を完全に無力化していくぜ。そして、イーバルディは極神か極性がいると特殊召喚できるぜ。これでもサーチするカードねえな、ほら。そしてバトルフェイズに移行するぜ、おら行け、サンダーパイル、うーん、そしてヘブンズジャッジメント、そして謎のおっさんの攻撃、おっさんパーン、ちょっと待って、最後ダサすぎん。はい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 、抹殺もある。とりあえず一旦金満で謙虚な壺を発動して勇者ギミックを引きたいですね。基本的には勇者ギミックがあると一応相手のその誘発というか、まあ、ケアを知るっていうことももちろんできますし、グリフォンライダーが出てくるからねっていうこともできますし、あとあれもできるんですよ。コストを用意することもできるんです、グルベイグの。これがすごく相性がいい。さあとりあえずコストが欲しい、コストじゃねえ、勇者ギミック欲しい。勇者、ふざけんなマジで、ふざけんなふざけんなマジで。一応ハカーナか、一応ハカーナ持っていくしかないか。展開等のあったら意味ないしな。まあハカーナマスターズあればまあどっちもケアできるから、まあハカーナマスターズ持ってきてくれますが、いやーできればね勇者ギミックが欲しかったんですけどね。まあ6枚めくって勇者めくれないやつはね遊戯をやめた方がいいね。うん、6枚めくってアラメシアも水使いも持ってこれねえやつはもう遊戯をやめちまった方がいい。で一応アラメシアだけは持ってこれるから、まあ、とりあえずイーバルディも、出して、でイーバルディからの運命の旅路効果で、イーバルディの効果を発動してしまうと何でしたっけ、勇者ギミックとガチ金になっちゃうので、とりあえず運命の旅路の効果を発動し、旅路の効果で、アラメシアのギワを、おっとこれは厳しいぞと、あらこれは破壊じゃねえか、ご指名張りまーすご指名張りまーす。
おしめ入りますっていうテンションで打つ株じゃねえんだよなこれ。ほんで、うららを除外していく。オーケー。で、無効にして一応これで、アラメスヤの儀をサーチできる水使いとかいうモンスターを持ってくるしかねえ。で、水使い持ってきて水使い捨てる。はい。ほい。で、水使いの効果と、水使いでアラメシアの儀を、手札に加えて、旅路から入るとこうなっちゃうんですよね。そのグリフォンライダーが持ってこないというか、これがちょっと弱いところですね。はい。で、増字は、無理なので、マッサージしましょう。OK。墓から持ってきてよかったの、これ。で、増字を抹殺していく。さあ、ちゃんと相手の抹殺墓穴を使って相手の誘発を無効にし、完全に空中戦を繰り広げている。こんだけ誘発飛んでくるからさ、あの、ファンデッキ結構辛いよね。多分。勝てるわけないみたいなね。で、ですね。とりあえずグルベイグか。グルベイグ。これグルベイグ、グルベイグ使うのかどうかちょっと怪しいな。ドラッグバック除外しちゃうか。ドラッグバック除外して、一応対象体制付与しといた方が強そうな気がするな。まず旅路がいらないんですよ。これは旅路がいらなくて、あ、でも勇者トークンぶっ壊せばいいのか。勇者トークンぶっ壊せばいいんだ。勇者トークンもどうせいらないか、これ。こんなもの。これと、わかったわ。これやっぱ相性いいわ、この敵。これね、あのね、トークンをね、ぶち殺すこともできますね。でこれでこうしたら結構アドバンテージがね、また回復できますから。はい。で、イノシシ、獣、で、おっさん。で、おっさん効果発動、特殊召喚に成功したため、極西方スバリンとかいうヤバすぎるカードをサーチ。そして、イノシシの効果使って、おっさん回収。OK。で、これで次の、ターンのグングニムを確保。冥界の扉が開くとき、西の戦神がその末裔を振り上げん。大地を揺るがし、族雷滅ともに現れよ。漆器の召喚降臨せよ。極真を通る。そしてカードを一枚セット。さあ、かかってきやがれ。あんま強くねえな、これ。でもな、あんま強くねえな、これ。一望外です。はい。あんま強くないですね。あの、トールさんが一応ですね、相手のターンは何もしませんので、まあ、トールさんというか、まあ、極真は基本的に相手のターンは何もしませんので、まあ、なかなかに弱いといったところで、アラメシアの儀持ってくるが、アラメシアの儀を無効にするしかないよ、これ。もうどうせ無効にするんだから、ここで、まあ、スバリン開きましょう。なんかどのデュエルストもさ、なんか旅できすぎですよね、今ね。なんか勇者しかおらんっていうね。まあ、本当にでもさ、勇者ギミックって、勇者ギミック使えないデッキと天と地の差があるからさ、これあれ良くないと思うんですよね。このギミックね、この制約。なんかもう本当、勇者トークン系のカードしか使えなくしろっていう話はあるよ。勇者トークン出してから考えるみたいなね、良くない、本当に。で、師匠のジャックナイツ、やばい。やばすぎるカード来た。師匠のジャックナイツ、ジャックナイツ系の、そのなんか、テーマは、割とその、なんだろうな、あの、手数が多いんですよね、結構ね。ちょっとジャックナイツも今度組もうと思ってるんですけども。手数が多くて意外とね、通るごとき余裕で突破されるみたいなとこある。で、セット、コンペキのジャックナイツ来た。で、コンペキは、ジャックナイツを対象に取って、そいつを、移動できる。はい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 、OK。あの、なんか、トラップカードがめっちゃ強いんだよね。ジャックナイツのお団地立てるやつのモンスターをここ無効にするっていう、なんか、なんだっけ、あのトラップカード。あれがめっちゃ強いんですよね、ジャックナイツってね。だから、あのカードを、まあでも一応スバリンがあるから、一応無効にできるからスバリンで。そのカードも、まあ、スバリン最強っていうことです。つまり何が言いたいかというと、スバリンは最強、明星のジャックナイツ。なるほど。なんかジャックナイツはあるらしいですよ。噂によると、なんだっけ、あと宮下草薙のなんか、宮下さんが使ってるらしいですよ。はい。で、セイブとつぐもの発動していくようで、つぐもので、墓地のモンスターを特殊召喚し、はい。で、ギルスの効果も発動していく。で、ギルスの効果で何らかのモンスターを墓地に送っていく。正解ね。はい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 、右手ね。お手てきた。お手てからの、2体でリンク。いや、わかんねえ。誰や、お前。成功のジャックナイツ。このカードと同じ立て列に他のカードを組み合わせた場合、このカードは直接攻撃できる。なるほど。エクストラモンスターゾーンのこのカードのリンクの先にモンスターが存在しない場合に、このカードは、効果打開されず、相手の対象にならない。なるほど。なるほど。
でこのカードと同じタリズムを他の自分のカードを1枚持ち送って敵からジャックナイツモンスターいったら守備力でしょ。なるほどね。はい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 、直接できて対象にならず対象を効果で返されない。モンスターエクストラモンスターゾーンのこのカードをリンク先にリンク先のモンスターを存在しない。ああ、今存在しないか。まあでもどっちにしてもそんな効果は、そんな効果はトールさんで無効にすればいいから。いやお前なめんな、マジでエフェクトアブゾーバーマジなめんなよ。極真王トールが最強ってことを分からしちゃうからな。あれだからな、あのオーディンじゃねえからな、極最高神はトールだから。トールが最高神。そしてトールの効果によってフィールドのモンスターの効果すべて無効になっていく。残念だったな。そしてその伏せてあるカードはスバリンで無効にできるぜ。まあ、一応金剣発動していきますか。ドラッグバックは、そうドラッグバックは効果モンスター以外の効果だ、モンスターに装備しなきゃいけないから金剣でなんか勇者系のギミックを引きたい。できればアラメシアの木が一番いいか。さあ濃い勇者ギミック、あ、オッケー、ナイス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 。アラメシアの木で金剣発動しちゃったんでダメージが足りないくなると思うので一応盤面を作りに行きましょう。でアラメシアの木を発動で、アラメシアの木ね勇者トークン特殊してで表側表示で置いて、はい、で旅路効果発動してグリフォンライル持ってきて、オーケー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 、よし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 。でドラコバック墓地送ってで、ドラコバックの効果発動して、でもうこれ対象に取れますんでね、やつは、効果無効になってますんでね。つまりドラコバックで戻すことはできるぜ。オーケー、よし完璧だ。スバリンの効果無効とグリフォンライダーの効果無効があって、でさらにイバルディもグングニの持ってこれるんで、これ三妨害作れますね。ここ強いでしょさすがに。でこのおっさん特殊召喚して、でおっさんの効果発動する。おっさんは特殊召喚に成功すると極性マジックトラップカードを1枚手札に加えることができる。極性法、はい、これで極性法グングニル来た。オーケー、強い、これは強い、さすがに。で金剣使ってっからどうせねライフ取りきれないので1万6000年もさすがに。でこれまあ全員でぶん殴る。オーケー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 。いやさすがに盤面取ったろ、なんか極真以外のやつ強すぎだけど。ウィンツ入る。で効果モンスター2体をリンクマーカーにセット、サーキットコンバイン現れろ。ベベ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 ルテベベベルテアラコンダ。そしてベルテアラコンダの効果を発動。ベルテアラコンダの効果によってでフュージョン魔法をコピーして、あと残りは3000やべえな。でデストロイフェネックスガイを特殊召喚していく。オーケー、アナコンダ、アナコンダもいらんか。アナコンダ、ちょっとあのクセカードなんか突っ引かんねえからなんか怖いんだよな。ここ剥げましょうか。デストロイフェニックスガイの効果発動、デストロイフェニックスガイの効果によってベルテアナコンダとそのカードを破壊していく。はい、あードラコバックね、なるほどね。いやさすがに返せないだろこれ。デスペニの1回破壊で、スバリンの1回無効で、グリフォンで1回無効で、相手は手札1枚。いやもう絶対返せない、絶対に返せない。でなんか戻ってくるのね。はいはい、戻ってくる、戻ってくるやつ。オーケー、はい、セットいいでしょう。デンドフェーズ、デスフェニの効果は一応発動する。はい、でデストロイフェニックスガイの効果によって、あ、これバックかな、バックにしましょうか。デストロイフェニックスガイと後ろ破壊して、はい、オーケー。オーケーオーケー。そう、このトラップが強いんだよね、なんかジャックナイツって。はい、で師匠のジャックナイツの効果発動するが、残念ながらグリフォンライダーの効果で無効になっていく。おい、オッケー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 。いやー極真が強かったですね、極真が。はい、でも極真って最強だわ。極真が強かったから勝ったんですよこれは。でもぶっちゃけでもそ極性法スバリンが最強みたいなところありますから。はい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 、はい、まあそういうこと。なんか極真ってさ、このさ、なんかスバリンない時って
どうやって戦ってたのっていうぐらい弱くない？なんかマジで弱くない？なんかどうしてこんな性能なの？チームラグナロクってさ、スバリンとかいうカード使ってなかったですよ多分ね。あれなんかあれで魔改造されたらカードでしょ、使ってんのあれ。なんか OCG でやばいやばいやばい、なんかやべえ、なんかパンダギミック使ってっけど、これエクゾディア揃えられちゃうやつ。まあちょっと最後のあれですね、最後エクゾディア揃えられそうになったらサレンダーして相手を嫌がらせするっていうことすればいいから。エクゾディアを絶対に揃えさせないって、闇の量産工場を発動してきた瞬間にサレンダーすれば相手のなんかエクゾディアで勝つっていう、あれですから、何進みませんから、ミッションは。性格悪バリ長いやんけこいつの性格、ふざけんな、デュアルサモン何なんだ、2代目のなんかあれでも出すんか、ちげえよ、人だけ取ろう、何人だけ取ろう、え、究極封印師エクソディオス、なんだこの謎のデッキは、え、パンダ足射出、あ、やばいやばいぞ、おい待って、このパンダの無限リソースによってこれもしかしたらあれか、デッキの中の通常モンスターをリクルートして人だけトロールで相手に射出していくという。やばい、トロールさん肩痛みますよ、肩投げすぎ、トロールさん肩痛みますよそれ、完全にやってることやばいだろ、デッキ。一生なんか腕と足投げつけて8000バースのやばいな。